皆さんこんにちは、花です。ただいま実は実家に帰っているんですけれども、せっかくなので、私が今までこっちに住んでた時に、暇な時によく行くドライブコースのうちの一つをちょっと行ってみようかな、久しぶりにと思ったので、せっかくなのでこのカメラを持ってドライブしていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、それではまず高速道路に乗るところから私のドライブは始まります。1区間だけなんですけれどもね、高速道路に乗ってまず一番近場のサービスエリアに寄ります。はい、今は浜名湖のサービスエリアに来ました。私がドライブすると必ず浜名湖のサービスエリアのスタバに行って、まずはコーヒーを買うので、早速コーヒーを買っていきたいと思います。テイプ。そしてここでスタバですね。スタバに行って、今日の気分はディカフェのトールのアイスのラテだったので、それを注文して、ちょっとブラブラ見ました。サービスエリアといったら食べ物、お腹いっぱいだったので買わなかったんですけれどもね、食べ物を見て、さてと車に乗ります。さてさて、無事コーヒーが買えたので、今から本格的にドライブ行きたいと思います。この後一番近いインターで降りて、私が大好きな湖畔のドライブコースをぐるっと回りたいと思います。それでは行ってきます。そして運転スタートです。すぐなんですけども、3日日のインターで降りて、ここからはもう浜名湖っていう湖があるんですけども、その周りをこうぐるっと回っていきます。はい、今は私が好きな湖畔のカフェに来ました。カフェとね、酒蔵があってお酒が買えるので、いつもそこでピンとってないのでお酒買うんですけど、はい、で今日連休なのでね、ちょっとカフェが混んでそうだからカフェはどうしようかなと思ってて、でもなんかね、外にイートインスペースみたいなのができたっぽくて、ちょっとそれを見ようかなと。あとはもちろんお酒を買います。私お酒大好きなのでお酒を買って、でその後は私がいつも行く湖畔の防波堤みたいな、防波堤とかしいよね、そんなところにちょっと行きたいかなと思ってるんですけども、はい、とりあえずちょっと外に出たいと思います。はい、これが表なんですけれども、外はねコーヒーが買いました。ただもうスタバでコーヒー買っちゃったので、もう買わなかったんですけれども、で案の定やっぱりカフェはもう混んでたので入るのはやめて、酒蔵行ってちょっと見てみました。ただ中での動画がほとんど撮れてなかったので、そうちょろっとね食べ物が映ってるかな、あこれこれ、そう食べ物を見たりとかしました。そしてね、もうまたドライブをします。こっからは私の大好きなスポットに向かっているんですけれども、本当に気持ちよかった。お天気も良かったし、過ごしやすい気候だったし、ドライブ日和だなと思いながら運転してましたね。綺麗だよね、本当に。はい、それでは私の大好きなスポットへ今来ました。なんかね、いつもここ車止まってないんですけど、今日車すごい多くて、何なんだろう。いつもね、もう前からガーンって突っ込めるのに突っ込めなかったです、駐車場で。じゃあここなの、ここをまっすぐ歩くとあるんだけど、ちょっとじゃあ行きます。そしてこれが私の大好きなスポットなんです。本当人がいなくてね、のんびりできるので、いつもね石段のところに腰掛けてこうやって映画を見てます。ただ今日イヤホン忘れてしまったので、泣く泣く字幕でこう見ていました。次こそはちゃんとイヤホン持っていきたいなと思ってます。もうねここはぼーっとできる。ずっとここでだいたい映画見たりとかして過ごしてるんですけれども、癒されますね。でだいたいこうね釣りをしてるおじちゃんたちがいるんですで話しかけてきます、おじちゃんたちが。でこの周りをこうちょっと歩いたりするのも好きな、はい、時間だったりします。
はい、今私のお気に入りスポットに行ってきた。本当はね、向こうで喋りながらいろいろ撮影したかったんですけども、風が強くてね、もう風の音がゴー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 入ってきちゃったので全然動画が撮れなくて、まあ雰囲気だけでもね、見ていただければと思います。まあそんな感じで、だいたい私はそこで映画をこう一本分ぐらい携帯にダウンロードしたのを見たりとか、あと本を読んだりとかお茶を飲んだりしてぼーっと過ごすことが多いです。で、次は私がまたさらによく行く、ガーデンパークというちょっとした、公園かなに行きたいと思います。去年ねアップしたダバガールの、ファッション動画があると思うんですけども、実はそれ向こうで、撮影してて、まあ、そんな感じでちょっと雰囲気を懐かしみながらそこへ行ってみたいと思います。それではまた行ってきます。そして再びドライブ。私ドライブするとき大体歌ってます。一人のときはもう熱唱してます。今日はね、確か平井大さんの曲をずっと聴いてたと思うんですけれども、まあ大体洋楽が多くて、そう、今日は平井大さんを聴く気分だったので平井大さんを聴いて、車の中で熱唱して勝手に一人でハモりながら、はい、運転していたわけなんですけれども、まあそんなこんなしてたらだんだん近づいてきましたね、ガーデンパークに。この道も大好きなんですよ。両サイドが湖でとっても綺麗なの。はい、それでは今私が好きなこのガーデンパークっていう公園に来ました。だいぶね、風も強いのでね、ここもちょっと危ないかと思うので、まあ、おとなしで撮っていきたいと思いますが、とりあえず、行ってきます。てか、蚊の手かってんね、今日。はい、そしてここからが公園ですね。ほんと、だだっ広いの、この公園。浜名湖花博っていう花博を私が多分中学生ぐらいの時にやってたんですけれども、だからすっごい敷地面積はあって、でそう全部は回りきれないので、だいたいいつもこう触りのところら辺で、まあ、どっかで腰掛けて本を読んだりとかするんですけども、その中がこうね、遊覧船かなみたいなので、こうクルーズができるようになってたりとかしていて、私はやったことないんですけどね。そうで、本当はねここでもね動画こう喋りながらいろいろ皆さん案内したかったなと思ったんですけど、なんせ風が強くてゴー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 うるさかったので何も撮れなくてですね、しょうがないのでこう音を今別撮りしています。ご了承ください。まあ、機会があったらまたここでのんびりしながら動画撮りたいなと思うんですけども、本当に大好きなスポットです。ただね、本当に寒くて風も強かったので割と早めの今日は退散をしたわけでございます。はい、それではちょっとだけ行ってきました、ガーデンパークに。本当はねもうちょっとゆっくりしてソフトクリーム食べたりとか、あとは読書とかしたかったなと思って、一応本とかも持ってきてたんですけど、風が冷たくて、しかも結構風が吹いてたので、ちょっと今日は断念しようかなと思って、このまま、お家に帰りたいと思います。なんかね、もうちょっと寒くなったら近場で牡蠣とかが食べれるところがあって、本当食べようかなとも思ったんですけども、まだまだ牡蠣のシーズンではないらしく、はい、また次の帰省の時とかに来れたらいいかなと思ってます。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の更新で会いましょう。バイバイ。